村上弟育成以外支配下だけ兄と一緒にやりたい。自身もプラシボ届を提出しており、 NPB 入りを熱望している。小学校の頃からプロ野球選手になりたかった。育成以外支配下だけ兄と一緒にやりたいと気合十分だ。兄と一緒にやりたい。遠回しにヤクルト逆指名、支配下で指名されんの？実際の実力どうなんだ？ホームランなくても守備うまいと打率残せるタイプとかありえる？高校生でファースト戦や、いいところは恵まれた体格や、今の能力じゃ育成行くくらいなら大学行った方がええからそらそうやろなとしか、村上以上の携帯やしばける可能性はある。それやったらなおさら育成で指名したいやん。指名する側はギャンブル感覚でええかもしれんけど、村上弟の周りの大人は止めるやろ。そら野手なら大学か社会人行った方がええわ。育成拒否となると指名漏れ濃厚だと思う。これだけ強気ってことはいい進学先用意してもらえてそうだな。ドラフト待ち名字もありそう。指名なしならどこのリーグ来るんやろ。東京六大学か。大学内定してるんやろ。育成よりはマシやし。まあ言うだけはただよ、育成なんて簡単に切られる世界やし。ちょっとは話きてんのかな。普通に大学経由でワンチャンあるかどうかやな。まあ大学行った方がええやろ。志望届出すだけなら自由やしな。ヤクルト以外取る理由がないな。兄と比べられ続けるってきついやろ。ドラフト6位ならええやん。今年だったら支配下でもありえる。不作年だし。